まあ、今年は、本当にたくさんいい選手がいて、まあ、結果がすごく欲しかったシーズンだと思いますし、まあ、なんか今まで、まあ、こうやって、まあ、最初アルベル監督でやってきて、その前年に積み上げたものっていうのをまたさらにこう積み上げていくことと結果を求められたシーズンでしたけど、まあ、ちょっと結果に走りすぎてしまった部分もあって、まあ、難しくなってしまって、なんかできてたことができなくなったりとか、なんかすごいなんかチームとしても難しくなった部分だったので、まあ、本当に、まあ、個人的にもチーム的にもすごく難しかったシーズンかなと思います。土井選手はいかがでしょうか。まあ、1年目ということで、ルヴァンカップに出場もありましたけれども、どんなシーズンでしたか、ここまで。1年目のスタートで、まあ、怪我のスタートで、まあ、難しいスタートになってしまって、まあ、やっぱり高校年代と、まあ、プロのスピード感とか強度の違いっていうのに慣れるのに時間かかってしまって、まあ、試合に絡むことあんまりできなかったシーズンなんですけど、まあ、少しでも、まあ、プロの試合を、まあ、感じれたのでいい1年だったかなというふうに思います。佐藤選手いかがでしょうか。まあ、途中からという感じになりましたけども、まあ、キャンプから参加しても、させてもらって、はい、まあ、ルヴァンカップでデビューさせてもらったんですけど、はい、まあ、そこからユースとトップ行き来する時間が増えて、個人的にもすごい悩んだシーズンであったんで、まあすごい、まあ、来シーズンにつながる経験とかもできたので、まあ、この経験で来シーズンはまあ最初からトップで絡んで試合に出続けられるような選手になりたいです。やっぱり難しかったですか、その一体あっちのこう、どっちこっちのサッカーあっちのサッカー、まあ、それぞれあると思いますけど。やっぱそうですね、午前中ユーストップやって、午後学校行ってみたいな、で週末はどっちになるか分かんないみたいな感じで、すごいちょっと大変でした。ちなみに土井選手とは1年生と3年生的な関係性ですか。どんな先輩なんですか。まあ、こう面倒見がいい先輩で、すごい後輩から好かれているような先輩です。お、どうですか、それを聞いて。嬉しいです。嬉しい。どんな後輩ですか、逆に。あ、みんなから可愛がられてるような後輩です。あ、可愛がられキャラ。そうです。ちょっとこうあざと可愛い系な感じを今出してましたけど。まあでもユースから一緒に上がってきて共に活躍したいという思いも強いと思いますけれども、今シーズン塚川選手印象に残っている試合って何かこうチームとしてありますか。こうここがなんかポイントだったなみたいな試合って、個人的にでもいいんですけど。そうですね、今シーズンは、はい、得点も決めてらっしゃいますが、まあでも開幕戦がやっぱり印象残ってますか。あ、どんな開幕戦でしたっけ。あ、レッツと、はい、すごかったですよね。はい、これいけるって感じの。そうですね、やっぱり、うん、まあこの走り出しっていうシーズン最初でなんかいけるぞっていう、うん、みんなもあったと思うんですけど、はい、サポーターの皆さん、はいはい、まあ、それがすごく印象に残ってます。行くぞっていう空気が漂いましたよね。そうです ね、はい、選手の中でもやっぱりこう開幕戦はああいう勝ち方すると乗りますか。しかもやっぱりいろんな選手が出て の、はい、勝ち方だったので、うん、まあ、やっぱりそうですね、すごくチームとしてもいい開幕戦が迎えられたなとは思います。ちなみに皆さん結構人気な映像、試合の選手 の、 紹介の VTR あるじゃないですか。塚川選手ドロンパとめっちゃ息が合ってましたよね。ジャンってこうやってやる、はい、あれはどうやって生まれたんですか。あれはあれですね、前日にドロンパに LINE して、はい、おなるほど。結構 LINE 友達なんで。あ、なるほどなるほど。なんか
明日撮影だよねって。あ、そうですそうです。うん、それでまあちょっとこうやろうっていう形になります。ああ、じゃあもう入念に打ち合わせして。あ、そうですそうです。あれもう完璧なタイミングでしたよね、2人ね。あ、もう朝練もしましたから。朝練もマジですか。だからこそのあのシーン、あれあの一番の見どころですよね、あのね映像のね、皆さん大好きだと思うんですけど。ありがとうございます。それはやっぱり入念な打ち合わせがあったわけですよ。ドロンパどんなラインを送ってくるんですか。あ、でも基本スタンプですね。あ、スタンプで、あ、スタンプで会話、はい、あで、よ、それを汲み取って返すみたいな、まあ、はい、仲良しなんですね、はい、そんな裏話も聞けたところで、ちなみにですね、今シーズンから、まあ、あのコロナ禍が終わって、終わってはないですけど、コロナ禍がまあ3年間あって応援もできなかったじゃないですか。で、皆さんの声出しが始まったということで、皆さんにとって FC 東京サポーターってどんな存在というか、その FC 東京の応援、サポーターの応援、どんな風に感じていらっしゃいますか。まず佐藤選手からいきましょうか。まあ、そうですね、コロナ明けての方が今までより声もなんかすごい自分的には大きく出ていると感じますし、うん、その、まあ、ルヴァンカップのデビュー戦も、まあ、ここのいるほどの人数じゃなかったんですけど、うん、すごいその応援の力っていうのは感じましたし、まあ、やってる選手はそういったパワーをもらってプレーしているので、まあ、もっと選手がそのサポーターにパワーを逆に届けられるようになっていきたいなと思います。塚川選手は FC 東京2年目ということで、あの去年はその応援、声出し応援できなかったと思うんですけど、今年声出し応援を、まあ、浴びてみてアジスタでどんなこう風に感じていらっしゃいますか。いや、まあ、リュウも言ったように、はい、やっぱりあのサポーターの声援っていうのはあの選手にとってすごく力になりますし、まあ、それあってこそ の選手だと思うので、うん、まあ、あのその雰囲気っていうか、スタジアムの雰囲気っていうのは選手に伝わると思うので、まあ、それがあのすごくあの行き届いてて ありがたいなと思います。土井選手はいかがでしょうか。サポーターあってこそのチームだと思ってるんで、まあ、サポーターの応援のおかげで自分たちが頑張れてる部分もあるんで、まあ、それを結果で、まあ、サポーターたちに、まあ、返せたらなというふうに思ってます。土井選手はあの お父様が、皆さんまあご存知だと思いますけど、土井さんで元祖土井さんですよねその小さい頃見に来てたりとか、一緒に入場したりとかあったんですか。自分の記憶はないですけど、はい、まあ、写真とかではまあ見たりします。その頃から東京サポーターっていうのはよく分かってたと思うんですけども、自分が浴びるようになるとは思ってなかったです。思ってなかった違う、聞いていいですか。お父さんのこと、皆さん多分長年見てる方が多いと思うので、どんなお父さんですか。まあ、家ではまあ一緒にゲームとかもしたりします。そうなんですか、はい、怖いお父さんかなって勝手に思っちゃって。いや、家ではそんなことは全くないです。ああ、じゃあチームではピリッとした感じ出すけれども、サッカーの話だと少し、まあ、ピリつきます、ね、あ、ピリつきますかえ、アドバイスもらったりしてんですか今。あんまり言わないでとは言ってですけど、結構言われますね、はい、あそこはした方がいいぞとか。喜んでらっしゃるんじゃないですか。でも、いや、喜んでる姿は見せないです。あ、はい、そこはあえて見せず、心の中でね、めちゃくちゃ喜んでると思いますよ。お父さん、ありがとうございます、はい、皆さんも嬉しいですよね。そうやってずっと応援してきた土井選手の息子さんがこうやって活躍してくれるっていうのはね、拍手が起こっております、はい、拍手をするときは皆さん思いっきりしてくださいさて、ちょっとこうアドバイスっていうものをいただきたいと思うんですけども、佐藤選手1年目じゃないですか。塚川選手に質問とかありますか。1年目ってどう過ごしたらいいんですかみたいな。そのまま聞きます。あ、そのまま聞きました。1年目はどう過ごしたら、逆に塚川選手1年目どんな人だったんですか。1年目ですか。はい、プロ1年目。そうですね、まあ、大学生の延長上みたいな感じでちょっと待って、アドバイスシーンですけど、ここいや、でも、まあ、人それぞれなんで、うん、まあ、僕はそういう風にやってきたんですけど、まあ、竜はそうですね、まあ、本当に能力あって、あ、まあ、今も世代別の代表の10番ですし、やっぱりこれからの
あの東京より日本を背負っていく選手だと思うので、うん、なんかあのこじんまりせずに、あ、まあ、いい見本いると思うんで松木来るっていう優しいなんかこうやっぱり自分をどんどん表現してって、はい、なんかもっとあの何ですかね、自分らしいな、別に1年目とか2年目とか関係ないと思うんで、やっぱピッチに入ったら、うん、みんなあの年齢関係ないし、うん、やっぱり結果が全ての世界なので、まあ、なんでリュウにはあのもっとあの思いっきりやってほしいと思いますということですが、どうですか。ありがとうございます。ありがとうでもそういう意味では日本を代表するという意味では U17 ワールドカップ経験されてきましたけども、その経験というのはどのようにこう今後生かしていきたいというか、どんなことを感じて書いていらっしゃいましたか。そうですね、やっぱり同い年 の、 そのトップレベルとやれて、まあ、個人的には、まあ、やれたなという感覚も大きくあるので、うんうん、まあ、ここがまずゴールじゃないですし、はい、まあ、この先アンダー20だったりオリンピック、そして A 代表でまたそういった選手たちと戦って今度はまあ勝っていきたいので、うん、まあ、そういうところをモチベーションにして頑張っていきたいなと思います。ユースとトップの違いというのもあると思いますが、土井選手どう感じていらっしゃいますか今。スピード感がやっぱり一番違うかなって。ああ、そうですか。え、それはプレー練習の中で。はい、もう一つの、まあ、切り替えの速さとかもそうですけど、はい、まあ、そういうのが一番違ったかなというふうに感じてます。そこはもうだんだんもう慣れていくしかない感じですか。はい、そうです。佐藤選手どうですか、違い、まあ、行ったり来たりしてる中だと一番感じるんじゃないですか。やっぱりフィジカルとかスピードっていうのは全く違いますし、うん、そこのユースからトップっていうのはもうレなんていうの、フィジカル的には相当な差があるので、うん、そこの、まあ、フィジカルが全てじゃないですけど、そういったところは、まあ、かなり差があるなと思います。そしてこういった中にこういった場にあのお披露目っていうのは初めてだと聞いてます。どうですか、このサポーターの方々を目の前にして、まあ、いろんな世代の方が応援してくれてるなって。なるほどなるほど、あの線引いてるところにちゃんとあの目線送ったりとかしなきゃいけない選手、こういうところのアドバイスありますか、こういうところどう振る舞えればいいか。いろんなファンサービスの日ってあるじゃないですか、こうね、今日は特に直接触れ合う日ですけども、まああの普段見せない一面を見せたらいいなと。それですよね、皆さん待ってるのそこなんですよね。なんかあります。また今度今日は最初ですからね、最初ですね。緊張とかはしないですか、こういう場所では。そんなしてないです。してないですか。土井さんはどうですか、結構もう慣れてますか。大丈夫です。大丈夫ですかちょっと土井さんコメントがこうショート気味な短めな感じでいくタイプ。はいさあ、いろいろと聞いてきましたが、実はね、あ、3グループありますのであっという間の時間でございまして、締めに入りたいと思います。それではですね、順番に行きたいと思いますが、ここはやっぱ最後ちゃんと締めてもらいたいから、順番は佐藤選手から行きましょうか。今日はトークショー聞いてくれてありがとうございました。まだあと2節残ってますので、まあ、チーム全員で戦っていくので、サポーターの皆さんも一緒に戦っていきましょう。はい、ありがとうございます。ちょっと待って。まあ、サポーターの方と一丸になって最後まで頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ではお待たせしました、塚川選手お願いします。僕締めるの苦手なんですよね話下手なんで。そういうキャラじゃないって感じなんですか、うん、いやいや、でも先輩なんでここは一つお願いします。まあそうですね、はい。
今日はお集まりいただきありがとうございました。今シーズン、まああと2試合でピッチに立つ人が熱い試合をお届けできると思うので、皆さんもぜひその熱に応えていただき、たくさん声を出して一緒に勝利して、笑って、今日も帰って熱いお風呂に入って暖かいお布団で寝ていい夢見れるように頑張りましょう。ありがとうございます。さすが素晴らしい締めでございました。塚川選手、土井選手、佐藤選手に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。無茶ぶりすみません。ありがとうございました。ちょっとなんとなく皆さんのキャラが